南島は石膏省雲州市平洋圏に属しており、一番近い陸地から約30海里離れた東、ナ海上にある。道東は中国大陸の領海起点の一つである。平洋圏にある南、島行き旅客船ターミナル旅客船は、合高港から出港する。 旅客船桟橋約1時間の船旅桃園空港から、雲州空港への機場から見る南島前景南。島は周辺の島々を合わせて大小52島あり、周辺には多くの暗礁がある。陸地面積は11.13平方キロメートル。国家級自然保護区に指定されており、中国で最も美しい十王島のうちの一つ。夏は多くの観光客で賑わう。 沖縄県尖閣列島から約3 0 0トル、北西に位置する。戦前の日本で作成された200万分一1台東亜航空図36号では南列島は南木列島と表記している。また、三国通覧図説で道東は南木山として記載されている。最寄り駅は温福線平洋駅。平洋県合港陣包見街村にある合港。 港客運搬からフェリーがある。2014年12月21日、中国が軍事拠点の整備に着手したことが複数の中国筋より明らかになった。最新鋭のレーダーと超高速インターネット通信網をすでに設置。2014年秋には数百人の軍事関係者が上陸。ヘリポートを建設中である。さらに軍用機の滑走路建設計画がある。 日米との有事を想定し危機対応力の向上と、東、シナ海上空に設定した防空識別圏の監視の強化を狙っているとみられ、日米安全保障戦略に影響を及ぼすとみられる。以前は、少数の海軍兵士が駐留するだけだったが2013年から空軍が進出。陸軍の展開をも睨んでおり、陸海、空三軍の部隊を揃える方針。 2015年5月に道東,東で日本人が拘束された事件は9月30日に日本の紙面で明るみに出た。拘束された日本人は愛知県出身で三重の私立大学卒業後不動産関係の仕事をしていたがほどなくして上海と名古屋に支店を置く人材派遣会社と貿易の会社の役員として働く。そして南島で 中国会計が建設中の基地周辺で写真撮影をしていたところ、巡羅中の軍部隊に発見され、軍事施設に侵入した、現行犯で身柄を拘束された。2018年7月10日、石膏省甲州市の中級人民法院は被告に、対して懲役12年の実刑判決、及び約850万円の個人財産没収を言い渡された。 A.B. 神戸新聞2014年12月22日長官。ありがとうございます。